韓国はコーヒーショップが多い、だから買って飲んでみよう。オリジナルミックスコーヒー、サイズでかい。うん、甘くてコーヒーの味しっかりしててうまい。よし、食べ歩きでもするか。出来たて、早速購入。いただきます。熱々でシナモンのシュガーみたいにかけたのがうまいな。中からは甘いあんのソースがとろり。まだまだ食べていこう。手軽に食べれそうな揚げパンを発見。早速購入してみよう。はい、揚げパンいただきます。うん、シンプルにうまい。甘い後はしょっぱいもの。どれにしようかメニューをチェック。日本語表記もされている。少量サイズのチキンもある。買ったら即チキンをいただく。はい、チキンでかい。うん、うまい。これはもりもり食べれる。しかもコーラと大根の酢漬けもついてくる。ニンニク醤油のタレがうまい。冷たいものを食べてクールダウンしよう。どれもうまそうだが王道をチョイス。圧倒的なサイズ感。白い氷が見えなくなるほどのきな粉の量。いいですね。コンデンスミルクをかけてみよう。ドバ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 。はい、大正解です。氷がうわうわ。量もめちゃくちゃ多いので食べても食べても全然減らない。しかし軽いからいけちゃうんだよね。あっという間にラスト一口。はい、完食です。いっぱい食べたので少しお散歩。野外でコピー商品がめちゃくちゃ売られている。少し歩くとまた腹が減ってきた。よし、入ろう。何を注文しようか。セットにしよう。到着。ハイバーガーいただきます。すっげーでかい。うん、ジューシーでうまい。顎が外れるくらいサイズのでかいバーガー。チキン、うん、甘辛で味付けうまい。チキンはもちろんうまいが、この紛れ込んだお餅もうまい。バーガーやチキンを食べるときに飲むコーラって最強に合う。やんちゃなことをしてみよう。甘辛チキンをハンバーガーに挟んでみる。これ究極にうまい。チェーン店を侮ってはいけない。はい、ラスト一口完食です。チャンネル登録よろしくお願いします。